イス。マルキッチが。マルキッチが。マルキッチが。バーンが気持ちいい。カミカミバーンの意味がやっとわかりました。10時間かけても来る価値はある。価値はありますね。はい、カミングスエミノです。難しいことは分かりません。チャンネル登録は50名の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日は、はい、ここハンターマウンテン、はい、次今日はどうしたの、なんか今日はね、はるばる遠くから京都支部長が来てるんですよ。来ましたね、お世話になりましたね、はい、サザエで、はい、サザエお世話になりました、はい、これで出ますからテンプレ、ボーンって見てくださいね、はい、はい、じゃあご紹介を、はい、お願いします。はい、どうぞ。イエーイ。こんにちは、来ました。はるばるようこそ。ようこそ。ありがとうございます。お世話になります。どのぐらいかかったの？10時間っすね、車で。自分は行った時は4時間ぐらいしたらね、なんかついてた、うん、エビちゃん飲んでたら分かんないでしょ。分かんない。ね、いろいろお世話になってて、今回はこの魔境を体感していただこうと思いまして。そうっすね、ぜひ滑ってみてください、はい、楽しみですね。で、天気もこれから回復する見込みなので、そうそうそう、行ってみましょう。 Let's go! イエーイ。滑ってまいりました。お疲れ様です。お疲れ様です。天気良かったね。良かったっすね。またなんか近づいてきちゃったけどね。でね、気持ちよさそうに滑ってね、行っちゃうのよ。はい、追いつけてんだよ。せっかく来たのに。ね、はい、ほんとね。で、どう魔境は。いや、魔境やばいっすね。やばい。やばい。何が。やばい。バーンが気持ちいい。でね、そんな整備がね、うん、もう行き届いてます。全然違う。全然違う。マルキッチが。マルキッチが。マルキッチが。そうなのね。それは気持ちよくて言っちゃうよね。硬いんすよ、はい、でめっちゃ噛むじゃないですか、うん、あのカミカミバーンの意味がやっと分かりました。やっと分かった。まあ変な話で10時間かけても来る価値はあるよ、ね、価値はありますね、はい、いつもどの辺で滑ってんの、はい、いつもね、兵庫県のね、八北っていう山で滑ってるんですよ。水曜日の午前中メインで滑ってます。今日、ね、もうね、もう午後だけど荒れてんだけど全然大丈夫。全然大丈夫。八北の朝一です。そんな感じなんです。いや、素晴らしいですね。ねえ、はい、昨日もたくさん飲みまして。え、飲みまして、はい、お酒のね、飲む練習したから、はい、そっちの合宿ね。そっちの合宿、はい、栃木のお酒、はい、いただきました。あ、美味しかったです。ありがとうございます。梅酒も美味しかったですよね、はい、今度はまた僕らも行きたいと思います、ね、またぜひ来てください、はいはい、さて、またお願いします。ありがとうございます、はいはい、じゃあ京都の支部長さんが八北で滑る水曜日、はい、広木に会いたい人は行ってください。はい、この上を来てます、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。エビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さん、ハンターマウンテンで一緒に滑りましょう。チャンネル登録は50人どうぞ。それでは皆さん、また。